はい、皆様こんにちは、かよまりのでございます。今日はですね、またご質問に答えていく回ですが、今日のご質問は、今年は資格を取って稼ぎたいと思う、難易度そこそこの資格を所持したら営業せずとも仕事が入る、そんな資格ありませんか、というね、ご質問でございます。でご質問者さんは、簿記の2級 FP2 級を保有されているということでございました。アンサーがまず書かれておりましたので、アンサーからご紹介しますと、税理士、とかね、弁護士なんか、こう町のあの税理士弁護士って形で気楽にできますよとか、宅建士はね少し簡単で、仕事なんかもありますよみたいなね話なんかがアンサーされていて、さらにですね、ご質問者さんの質問として、司法書士どうですかというようなね質問がありました。でまあ誰も答えてなかったので、ちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、まず、司法書士を取って、取れば営業せずとも、稼げるかという話に関して言うと、まあ、稼げる稼げないで言うと稼げないんですけれども、仕事があるかというとですね、まあ、仕事はありますということになるのかなと思います。で、難易度そこそこっていうことなんで、ちょっとこの人が考える難易度と釣り合ってるか分かんないですけど、仕事としては正直結構難易度は難しいです。なので難易度そこそこの資格というねとジャンルに入るかというと微妙は入らないんですけど、まあ、取れば仕事は入るよねっていうようなね、そういう位置づけなのかなと思いました。であとは難易度そこそこで所持すれば営業せずとも仕事が入る資格というと、基本的にないというふうに考えてほしいんですけれども、なんだろうな、やっぱ人数が少ない資格だったらあるの、あ、まあそのどれくらいのちょっと規模感予想してるかですけれども、まあ、不動産鑑定士とかなんかは人数少ないんでね、まあ、結構あの仕事がこう回ってきているっていうようなね話なんかは聞くので、それもちょっとあるのかなと思います。ただ難易度そこそこがね、ちょっとどれくらいですかですけれども、不動産鑑定士も難易度結構ねありますので、はい、まあ所持すればそれは仕事入ると思いますけれども、稼げるかっていう観点でいくと、やっぱどの修行もですね営業力が大事ですから、稼ぐ稼がないにフォーカスすると、取るだけで稼げるっていうのは難しいと思います。取るだけで稼げるみたいな時代は50年前はあったそうですね。あの人数少ないんで、ね、誰がねやっても店を構えるだけで、街にね構えるだけで、仕事がバンバン入るみたいな50年前はあったそうですけれども、まあ、我々50年前のねことの中に関しては当然ね、知ることもできませんし、そんな時代があったというだけで、そんな時代がまた到来することはありえませんので、まあ、自分の力でね、稼ぐってことに関しては営業を頑張っていきましょうってことです。ただ仕事があるかないかっていうと、それはね、難易度がどんどん上がれば上がるほど、そういう、ね、仕事ってことに関して言えば当然ありますよね。弁護士とか税理士とかも、まあ、弁護士なんかもね、当番弁護士みたいなのあるじゃないですか。あんな感じで仕事自体はあるんじゃないですか、取れば。ね、宅建士なんかも仕事っていうか、まあ、職業にはなりますよね、不動産屋さんと。ただそこから、歩合給をもらうには当然営業できなきゃいけないので、営業力は必要になってくるし、司法書士もそうですね。あの登録さえしていれば仕事回ってくるものっていうのもジャンルとしてはあるんですけれども、稼ぐ稼がないということになったら営業が必要ですので、やっぱりね営業をなくして稼ぐというのは無理ですけど、仕事があるかっていうことに関して言えば、まあ、司法書士弁護士税理士とかっていうのはありますので、まあ、頑張ってほしいなというふうにね思います。はい、ということでね、基本的にはちょっと私としては否定的と言いますか、なかなかね、なんていうのかな、取れば稼げるみたいな話は、ね、ないんですけど、取れば仕事があるかっていうとあるということですので、まあ、そこの仕事があると稼げるっていうのはまた違うということをね、あんまり勘違いしないでほしいんですけれども、まあ、私からの回答でございました。ということで、なんか参考になればと思います。今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。